はい、トモイタです。今回はこちらのディア…なんだっけ、違う、ディアトランクバープラスだっけ、名前が書いてね、ディアトランクバープラスみたいな、わかんない、ちょっと字幕出してみます。をつけるんですけど、はい、つけるんですけど、ちょっと面倒くさそうです。加工が必要なので、まあトランクのところにつける、まあボディの補強になるっていうのと、ここにフックがあるんで、あのサーキット行った時 の、 あの4点シートベルト、4点ハーネスのフックになりますので、まあもともともうアイボルトつけてるんで、まあいらないっちゃいらないんだけど、まあボディ補強って意味でちょっとつけます。はいはい、じゃあまずここにクリップがねあるので、クリップをどこ行った、おい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 、おいどこ行ったよ、おいどこ行った、あ、いたいた、あ、もうよし、あともう一個、よいしょ、よっこいしょ、でこれが取れると、で今そうこのカバーを取ったんですけど、取り付け穴がここに、こことこことにあるんで、つけてっちゃおっか、先よいしょ、まず5箇所外していきます。ちょっとねカメラのね位置がすごく悪くて、
ましょうか。はい、入ってたよ今。ああ、もうやだ、これやばいね。ちょっと捜索だ。よいしょ。今度は落っことさないように。落っことさないようにって言ってもこれめちゃくちゃ難しいぞ。でも皆さん安心してください。落っことしてもリアシートを取れば速攻で見つかりました。あのサーキット行って4点ハーネスつける人はリアシートの外し方知ってると思うんで、もうちょちょちょってね、外れるんで、リアシートは座席の方ね、スポッて、そういう感じで取ったので、今向こう側も閉めたいね、とりあえず。はい、ほんでね、今ね、全部ボルトナットを 1,2,3,4,5 箇所閉め終わったんですけど、これがねそのままつかないんですよ。これがねそのままつかないんで、ここに当たって、ここをちょっとここら辺からこうカットしていきます。よし、俺のお気に入りバサミでここを終わりました。で、切ったとこはヤスリをちょっとね軽くかけました。でね、切ったというよりね折りました。こういう感じになってて、ここにこの後ろのこのところにこうやって全部パチンパチンパチンで、ここだけ切ってこうパキってやったら綺麗にピーッといったんで、力技で。はい、よし、じゃあ切ったんで入るかな。もう入った。ちょっと汚いけどね、見えないところだから全く気にしない。マジで気にしない、何も気にならない。で、あとはクリップを、よし、3箇所だね。合わねえな、こっちは。
中のカットがちょっと甘かったね。よっしゃ、入った。あとはせっかくだからハーネスを。こういう感じでこうだ、縦にはつかないね、これ。こっちもこういう感じ。で、こっちから見るとこんな感じですっていう感じで、以上になります。